南平原の先にある海岸の町は。南平原の隅っこに洋館が建っているんだけど。人が襲われておるぞ。ここも物騒になった。これはお礼だ。薬をか。むやみに。どうしよう。ひとまず、ま、そうだね。ここは数少ない港町よ。町の中心には郵便局があってね。あとはそうね、貿易のおかげで。みんなでかくれんぼ。今日はいろいろ入荷してる。薬をかい。ついでに安。また。郵便局で配達をしているお兄さんの知り合い？配達員さん、ここす。拉致が開かぬな。うん。では、薬をにこ。え、そん。もちろん。最初から。すぐに助け。
分かった。すごい。見直し。薬を。ついでに。またハザラシはまお気にある鉄橋はお魚薬を外国から届いた。また来ておく。ここじゃ釣れないんだよ。薬王は見釣り方、魚の動きとは逆方向。ら釣りはさ。まずは入り江に行ってみよう。僕は料理人を目指す。ああ、ここですか。足の具合がまだ。魚の動きと反対に体を動かす。
魚の動きと。それだけ口がま郵便局まで行ってあたっあいっおいや、いかにも届けたいのは山々な。そうか、それをやめろ、口に出すな。いい、僕が配達。すまないね、気を。あ、本君たちはポップ。そう、服がちょっと違うし、ここはもしよかったら村に。もちろん。まったく、このちょ。確か東大に行って。まったく。のぞみ配達員さん、ケンガ手紙を。大事な人。ま、手紙をくれる相手。大事な人だ。
ヨナに早く。そこのあんた、ジョン。ジョンはうちの、ああそういうことか。いつも北平家。わかった、よろしく。おじさん、何そ、どうも。ニワトリのため物か。羊。いらっしゃい。また。
この村の特徴はこの村だ。あと、もう大丈夫だ。ちょっと苦い。お兄ちゃん。よな。おはよう。女子。うん。そっか、本当に。ねえ、お兄ちゃん。そうだ。我が名は、こんにちは。の、シロも。もうその呼び方で。じゃあお兄ちゃんは、うん、ヨナね。お兄ちゃんのために。そヨナの悲しむか。よし、本当いつでも。料理の材料ね。何が言いたいの？別に何でもない。そりゃヨナの料理は絶品とは言い難いけれど、それでも愛情がいっぱいで、可愛い妹に料理を作ってもらえるってことはお兄ちゃん冥利に尽きるってことで。別に何も言ってはおらんよ。そう。まあ頑張ることだな。うん。ポポルさん宛ての。これどうした？海岸の町の町長によると。そうか。でも武器をもっと強く。それなら山の入り口にある商店でやってくれるはずよ。わかった。強化にはお金が必要。うん。ごめんなさい。いいよいいよ。とはどのようなところなのだ？昔の遺跡が埋まっている場所なんだって。僕たちにはよくわからない鉄くずだらけのところだよ。北東の鉄橋を登ったところにあるんだ。あの橋の上を昔は大きな鉄の箱が走ってたんだって、ポポルさんが言ってた。昔の人間は賢かったようだな。本当に賢かったら滅びかけたりはしないと思うけど。ああ、くそ、嫌な音がしたな。何かが割れる音がしたね。これでは届けても意味がなかろう。戻って謝った。
方が良くないか。そうかも。倒れておるな。おじいさん、悲しい？何かの葉？この葉を取りに、この…そうみたいだね。せっかく見つかったけど、死んじゃってたね。あのおじいさん、残念があるだろうな。生きる者は、死から逃れることはできない。犬も、人も…それは変わらぬ。じゃあ、シロは？さあなあ、考えたこともない。いつかは存在すら消える時が来るやもしれぬな。そんなの寂しいよ。なあ、何？我がもし消えてなくなることがあるとしたら。そんな縁起でもないこと言わないで。だいたいシロは神なんだから死なないよ。そうだな、そうだとよいな。